ございます、一時はですね、もうどうなることやと心配しておりました。一人もいないところでやっていただくのをせっかくお願いしました、この高校生の皆さんと思いましたし、ただですね、私の力で一生懸命この回復、この時間帰ってくださいという祈りを今送っておりまして、まつわる歴史的なお話というのがございます、JBA の谷村正次郎様にその辺のところをお話しいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。ただいまご紹介されました JBA の谷村と申します。5分で終われということでございますので、ちょっとおさないように頑張りたいと思いますけれども、薩摩藩がバンドを作ろうということになったのは、薩英戦争の時にですね、もうイギリスの軍楽隊が船の上で演奏をやっていて、それでそれを見て、あれはよかもんじゃということでもって軍楽隊を作ろうということになったということは、いろいろな本に載っております。ということで、明治2年にですね、薩摩藩士が一応32名ということになってますけど、多分32名だと思います。この本木さん妙高寺で、合宿というんですか、して横浜のに駐屯しておりましたアメリカの、イギリスの第10連隊の軍楽隊から指導を受けて、で門の吹奏楽が始まったということでございます。で、32名の薩摩藩士ですけども、実は一番若いのは、14歳、これは2人おりまして、あと16歳が
斜めおります。ということですので、当時は数え年ですから、実際には13歳15歳ぐらいということで、大体ここにおられる皆様と同じぐらいの年頃ではなかったかと思います。そういう人たちがですね、全くその吹奏楽というか音楽の経験がないけど、歯並びがいいからとはいろんなことでもって選ばれて、ここへ来まして、それでイギリスの軍楽隊長以下、軍楽隊の人たちから手取り足取りを持って指導を受けたんだと思います。で、実際に楽器がついたのはですね、明治3年の7月の下旬でございます。で、最初に演奏をやったのは9月の上旬ということで、約1ヶ月半ぐらいでもって演奏したことになるかと思います。ちょっと皆様にお聞きしたいんですけれども、初めて楽器を持ってからですね、音階吹けるようになったのは大体どれぐらいでしょう。2週間ぐらい経ちましたですか。もっとどうでしょうかね。とにかくその1ヶ月半だったらですね、例えば先ほど演奏した君が代とか国の沈め、あれぐらい1ヶ月半ぐらい経ったら演奏できたでしょうか。できたですね。って聞きますね。多分大丈夫だと思いますね。ということで、薩摩藩士もですね、最初は楽器がなくて、それで和太鼓とか足の笛とかそういうものでもって訓練を受けて、で、歩き方とかですね、いろいろな訓練を受けて、それでもって、1ヶ月半ほど経ってから、初めてその演奏をしたというのが明治天皇の前でもって、国歌じゃないですね、霊式曲君が代と言いまして、先ほど演奏してもらった君が代は、明治13年にできたものですけども、明治3年にですね、古い君が代ができております。それが君が代第1号ということでございましてですね、それを東京の越後島で演奏したというのが一番最初でございます。ですから、その薩摩藩士はここでもって合宿して練習して、それでもって、君が代を演奏したということでもって、ここに、君が代の発祥の地という日がですね、平成元年の9月15日に、建立されましてですね、除幕式を行ったということでございます。ということで、まだいろいろ喋っていくことございますけれども、そういうことでもってここでもってこういう演奏会をですね、ずっとそれから続けられているということをお話しさせていただきました。どうもおさまでございました。谷村先生、どうもありがとうございました。それでは今お話にございました、今の君が代ではない、その前の最初に作られた君が代